120フィルムポーランドのフォトパン120120 120フィルムは中盤カメラで使用する写真フィルムの規格である。ここでは裏紙を使用せず倍の長さの220フィルムについても合わせて解説する。カメラについては中盤カメラで扱う。現在一般的な中盤カメラで使用する120フィルム及び幅が同じでカメラによっては共用できる220フィルムについて 日本では、ブローニーフィルムと総称することがある。語源となったブローニーは、コダック初期のカメラブランド名であって、1900年2月登場で117フィルムを使用する、ブローニー以来、120フィルムを使用するナンバーに、ブローニーライン、116フィルムを使用するナンバーに、A ブローニーライン、127フィルムを使用する、ベビーブローニー等、620フィルムを使用する620、 ブローニー等、様々なタイプのフィルムを使用するカメラを発表している。したがって、日本では120フィルムを、ないしそのサイズをブローニーと呼ぶが、国際的には通用しない、和製英語である。ペンタックス67。67センチメートル版撮影可能枚数は、同じフォーマットでもカメラによって異なる場合がある。例えばイコンタ6の初期製品には120フィルムで11枚。 一人の製品があり、ペンタックス645初代は120フィルムで15枚、取り、裏紙のない220フィルムを使用する場合、カメラによっては220フィルム用マガジンを用意する必要があるもの、また構造上220フィルムは使えないカメラもある。120フィルム、220フィルムの主な現行製品の一覧である。 富士クロームプロビア100回プロフェッショナル、銅ベルビア100プロフェッショナル、銅アスティア100回プロフェッショナル、イルフォード FP4 プラス125、銅 HP5 プラス400。ありがとうございます。